私、防災研究所、京都大学の防災研究所の向こう側と申します。今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、前回、1月ぐらいだと思うんですが、その異常気象とブロッキングという題だと思うんですが、そういうものについてお話しいたしました。それで、今日はですね、その続きということでもないんですが、内容的にはよく似ておりますが、その時はですね、ブロッキングという現在の起こっていることを中心にお話ししたんですが、今日はですね、その将来、21世紀に入りまして、その温暖化しているということが新聞では賑やかになっておりますが、実際どのような予測がされていて、でどういう心配があるのかということをですね、少し詳しくお話ししたいと思います。で、そういう温暖化していくときに異常気象というのはどういうふうに起こっていくのかということですね、非常に難しいんですが、それについて少し考えてみたいと思います。で、まず、で内容的にですね、まず異常気象とはどういうものであるかという、定義、これも前お話ししたのとそうなんですが、まず復習という意味で、やりまして、それで、温暖化の影響ですね、どういうふうに、現れてきているのかということを、最近のモデルの結果、シミュレーションの結果なんかをもとにちょっとご紹介したいと思います。それで、そういう時にですね、その異常気象が当然ながら非常に、頻発してくると予想されているんですが、じゃあ現れてくるその異常気象というのは、我々が今まで経験したようなことがない、そういう現象が出てくるのか、あるいは今まで、経験したようなことが、頻度が増えるだけなのか、あるいは強度が強くなるのかというような、今まで経験したことがないようなものなのか、経験したようなことが増えるのかという、どっちなのかということなんですが、ここで天候レジームというそういう考え方があります。これはですね、大気運動というのは今の現状の、要するに温暖化していない状態でもですね、いくつかこう状態を、例えば非常に東西風が、後で図をお見せしますが、東西風が非常に、強くてですね、西から東に高気圧低気圧が、日本の上を例えば通過して順調に天気が変わっていくという、そういう状態を取りたいと、取りやすいというのもありますし、あるいは先ほどブロッキングということが言いましたように、非常にこう流れが南北に蛇行してしまって、非常に同じような天気が続いて、そういう意味で異常気象が起こってしまう、そういう循環を取りやすいという、そういういくつかそういう取りやすい天候のパターンというのがあるということは分かってきております。で、それでそういうことを考えますと、要するに、境界条件、あるいは温暖化というのはですね、その大気にとっての、境界条件みたいなんですね、その状態を決めるものなんですが、その外力みたいなものですが、それが変わった時にどういう大気が応答するのかということをですね、そういう天候レジームというものを見た時にどういうふうに考えられるかということを最後にちょっとお話ししたいと思います。で、この辺はまだよくわからない部分があるんですが、多分私が思うにはですね、天候、気候変動、要するに温暖化が現れてきて異常気象が起こると思いますが、それは今まで経験したことのようないようなものは現れることは非常に可能性は低いと思います。で、どうなるかというと、例えばですね、その今までよく現れてくる異常気象のパターンのいくつかのものが非常に出現しやすくなる、それが結果的に温暖化に結びついているというふうに見た方が、要するに頻度ですね、それが変わってくるんじゃないかというふうに考えるのが、正しいんじゃないかなと予想したり、そういうふうに考えているということを、最後にご説明したいと思います。で、ということで、順々にやっていきますが、まずその異常気象って何かということですが、何でもいいんですが、これは前もお見せしましたが、例えば大阪の、これはですね、夏の平均気温であります。例えば100年分ぐらいを、こっちが温度で、こっちがその日何回あったかというのを変えてみますと、こういう頻度グラフ、頻度、こういうのヒストグラフですか、しますと、これ大体きれいにですね、こういう正規分布と呼ばれるものに近づいてくることがわかります。で、要するに、
ここに平均値がありまして、そこから低い気温の時と高い気温の時に、大体対称にですね、こう分布しているということであります。で、異常気象って何かっていうと、要するにここからかなり平均から離れているところを異常気象というふうに呼んでいるわけです。例えばここが異常高温であったり、ここが異常低温であったり、いうふうな定義を、しております。で、どのくらいのヒートで起こるやつを異常高温か異常低温にしているかというとですね、大体これはまあ、どういう取り方にもよるんですが、大体人間が一生、言いますか、まあ、30年ぐらいだったものを忘れてしまうということもあるかもしれませんが、30年に一度ぐらいの頻度で発生するような、そういう頻度のもう端っこのところですね、こういうところにの気温が現れると、それを異常気象というふうに、呼びましょうということになっております。で、もともと異常気象というのは気象庁が言い出したんじゃなくて、マスコミがですね、そういう非常に天候がおかしいということでこういうのを言い出したんですが、まあ、気象庁もその後にですね、ちゃんと統計的に定義しましょうということで、ちゃんと言いますと、2シグマ、要するに標準偏差の2倍以上平均からずれた状態というのは、大体30年に1回ぐらい発生するということで、異常気象というふうに定義されるということです。ですから、これ絶対ですね、これ正規分布、こういう分布しておりますから、異常高温なり異常低温というのは、そう出現して当然の現象であるということであります。だから、何でも言ってますが、異常気象という、単語でですね、何か起こってはいけないような現象ではなくて、必ず30年に1遍ぐらいは起こる、そういうものであるということです。で、ところが次のちょっと見にくいので申し上げありませんが、これは気候変動が起こった時に異常気象 の, 起こり方が変わってきますよという図です。ちょっと図が小さくて申し訳ありませんが、この破線が例えば現在の例えば30年間の気温の分布だといたしましょうということです。これは先ほど見ましたこう正規分布であります。で、例えばこの A の図というのは、例えば気候変動が温暖化例えば起こったりしまして、平均がですね、要するに平均気温が平年値と呼ばれるものですね、それが単にこっちに、高温化したという時に異常気象の出方はどう変わりますかということです。ですから、こう変わりますと、こう単純にこう移動しただけですから、要するにこう変わると異常高温の異常高温というですね、状態が今までよりも増えてしまうということになると。あるいはその気候変動の仕方として、単にこの平均値が変わるだけじゃなくて、その変動の幅が変わることも考えられますということです。で、そうしますと、これは平均値はB というのは変わらないんだけども、変動幅が変わりますから、平年値の値に起こる回数というのは相対的に減りますが、その端っこの状態というのは増えてしまうということです。で、そうしますと、普通今まで30年に1遍ぐらいに起こっていた異常低温や異常高温というのが、これ変動幅が大きくなりますから、今までの統計のそういうものからしますと、非常に両方ですね、異常低温も異常高温の頻度も非常に増えてしまうという、そういう変化の仕方も考えられる。最後はですね、あるいは、要するに平年値も変わるし、変動の幅も例えば広くなってしまうことも考えられますね。そうしますと、もともと平年値がこういう動いただけの、ここ の, 異常気象の増加分以上に、要するにここ変動幅が増えますから、異常、例えばこう右にずれたとしますと、異常高温の分布というのが非常に変動が大きくなってしまうということがですね、まあ簡単に概念的にしますと、要するに気候変動が起こることによって、異常気象の起こり方がこう変わってくるというのが重要であって、で、我々はそれをモニターしていなければいけないということであります。どのように異常気象の起こり方が変わっているのかということです。それで、ちょっと思い出していただくために、昨年あるいは一昨年どうであったかということをちょっと思い出してみましょうということですね。これは2004年1年間の年平均気温の、分布が書いてあります。それでこれは気象庁から取ってきましたが、よくご存知のようにですね、去年の夏、非常に日本付近暑かったということです。で、世界的に見てもどうかと言いますと、ここの赤い、非常に四角の濃いですね、これかなり高いということで、これは異常気象とは呼んでませんが、10年に1度くらい起こる、非常に気温の高い状態というのが、非常に北半球全域で観測されている。だから年平均しても平年値よりもかなり高いということですね。で、逆にかなり低いという、平年より低いというのは、もうポツポツところぐらいしかありませんから、もう全球的に非常に昨年というのは平均気温が高かったということです。
で、このまあちなみにですね、統計開始以来大体120、30年ありますが、100年程度ありますが、そういうので、見たときに、一番平均気温が年平均で高い方から4番目に高い年であった。で、ちなみに一番高い時期は2000年以降に、1990年以降に現れていますので、もう最近ですね、ずっとほとんど、年平均気温の最高値を突破しつつあるということで、こういうことから見ても温暖化というのは確実に進行していると思っていいと思います。で、あるいは、こいつに、異常気象ということで言い直してみますと、ここで赤に書いてあるちょっと見にくくて申し訳ありませんが、全部が高温、何月に高温現象があったかということをですね、こう書かれております。で、日本付近見ますと、これは、2月から11月ずっと高温であった、平年よりも高温であったということであります。ですから、こういう図を見てもですね、こんにちは、どうぞ、はい、全世界的にこういう異常気象というのが、発生して、しかも異常高温が発生しているということが、お分かりになるというふうに思います。で、次の見てみましょうか。で、もうちょっと日本付近について、昨年、どういう状態であったかというのを見てみますと、これは日本の、2004年の日本の天候である、これも平年値でありますが、一番上がですね、平均気温の平年差であります。で、ほとんど日本全国、大々色ですから、平年よりも1度以上上回っている気温のトップは非常に多い。それから降水量で雨の降り方を見ますと、これは緑っぽい、のが西日本を中心に広がっております。これは、多分と言いますか、台風が後で言いますが、非常に10個も日本付近接近したということも関係していると思いますが、大体 120% から 140%、平年の 1.4 倍から 1.5 倍ぐらいですね、非常に太平洋側を中心に降水量が増えているということです。で、それから、一番下のは日照時間ですが、見ますと、雨が降ってるんですが、日照時間も、そこそこ多いということはですね、じとじと降る雨じゃなくって、統計的に言いますと、非常に集中的に雨が降っているということを表しているものだと思います。で、付け出しにもなりますが、じゃあ日本で2004年に高温の記録を更新した地点、どんだけありますかというのもこう書いてあります。で、ここの黄色の丸ですね、を注目していただきたいんですが、これは夏の平均気温が、統計開始以来、要するに観測所が始まって以来、高温を記録したという地点が、こういう黄色で書いてあります。四国とか九州の、長崎付近とかですね、あるいは浜松とか静岡の近辺ですね。非常に西日本を中心に非常に高温が、記録されたということです。で、それからもう一つはですね、ここら辺関東地方ですね、これは真夏日、すなわち日最高気温が30度以上になった日がこれまで最高であったというのが、この東京の近辺ですね、関東地方、それから、京都と大阪ですね、これはもちろん都市化の影響もございますが、非常にだから全国西日本ですね、特に非常に高温の夏が続いていたということであります。こういう図を見てもお分かりになるんじゃないかということです。で、それから、台風ですが、これも、非常に得意な年であったということであります。で、こちらが年でありますね、1950年から2000年がここですか、2004年ぐらいが書いてあります。で、一番下の図がですね、線がこう日本に上陸した、台風の個数、これ10個であるということです。それから、青がですね、接近した。接近したという定義が書いてあるというのは、まあ、日本付近に接近したと、まあ、思っていただいたらいいんですが、この万年年々変動がありますが、まあ、20個、19個ぐらいですね、18個ぐらい変動していると、達しているということです。ですから、接近したということでいうと、そんなに多くはないんですが、上陸した台風という数でいきますと、もう飛び抜けて10個ということで、まあ普通だったら、多くても5個とか6個とかいうのがですね、非常に卓越して非常に強く多く上陸したということです。で、一方ですね、一番上の緑の線は、これは台風になった個数であります。で、こう言いますと非常にこう変動、年々の変動があるなというふうにわかると思いますが、去年はですね、
20数個、29個ぐらいですか、30個未満ですから、そんなに多くはないということですね。これに比べると多くはない。だけど、効率よくといいますか、非常に台風が、トラックがですね、台風の、通ってきた道筋が非常によくって、日本に非常に上陸しやすかった。一つはですね、この原因、まだよく分かっておりませんが、太平洋高気圧がですね、例年なく非常に強かったということが言われております。でその原因とか、まだ詳しく分かっているのは、現在我々調べておりますが、そういう、非常に台風の経路を左右するような、ものがですね、非常に得意であったのではないかというふうに考えられております。で、いうふうに2004年というのは非常に高温であって、台風が来たり、非常に夏らしい夏といいますか、いうものでありました。ところがですね、もう1年前、一昨年ですね、2003年の夏というのは、これ全く逆に非常に、冷夏でありましたということです。これは前に、これも前にお話ししたやつですが、同じようにですね、一番上が2003年ですから、2年前ですね、日本平均気温が、平年に比べてどうであるかということが書かれております。で、これ見ましたら分かりますように、さっきは橙色だったんですが、これがもう青、寒色系になっております。で特にここの、東北地方から北海道にかけて、マイナス 1.5 度以下になってますね。平年に比べて 1.5 度以下。これはよく言われる、山瀬と呼ばれるものですね。この北東気流が、このオホーツク海あるいは太平洋の北部からですね、こういうふうに吹きつけるわけです。でそうしますと、ここら辺の海面水温が非常に低いんですんで、その非常に冷たい、冷やされた空気が、ここ日本に当たっているということで、非常にこの東日本、特に東北地方が、非常に、冷えて、いわゆる飢饉ですね、昔で言いますと、米が取れなくなるような、状態になっ なっていたということで、今はだいぶ米が改良されてますんで、そんなに、いうことはないんですが、非常に寒いという典型的な冷夏であったと。ということです。で、それから雨ですね。雨見ても、まあ、西日本依然として大きいですが、やっぱりこの東北地方のこの、宮城県のこの辺ですね、こう山瀬がこう当たりますので、非常に湿ったジメジメした日が続くと。で日照時間を見ましても、これは去年と全く逆に、非常にこう日照時間が少ない状態になっているということで、黒ですから、これ 70% 平年に比べて7割以下ぐらいしかお日様が出ていないということです。ですから降水量も多くって、日照時間も少ないですから、毎日ジメジメですね、雨が降っているような状態が非常に続いて、それで冷たい状態になっていたということであります。だから1年違いで全然違う夏になっているということです。で、もうちょっと詳しくその経緯を見てみますと、これはですね、2003年夏の、これが6月、7月、8月の気温、平年からどんだけ離れているかという、その分布である時間変動であります。で、6月はですね、まだそんなに北日本も東日本も西日本も、まあ、ちょっと暖かいぐらいで、平年並み、あるいはそれ以上だったんですが、7月から急激にこう気温がこう下がってきているわけですね。まあ、平年に比べて下がっているということです。だから実際下がってるんじゃなくて、平年値のあたりの夏に向けて北日本でずっと上がっていきますが、それに比べてこう下がっていくということで、まあ、夏がやってこないという状況ですね、が続いていると。で最大ではマイナス、これ5度ぐらいいっております。7月の下旬ですから。だから、北日本でいきますと最高気温が平年平均気温ですから、だいたい25度ぐらいだと思いますが、5度以下ですから、20度ぐらい、夏でも20度あるかないかぐらいの気温がずっと続いていたということです。で、これが8月になってちょっと回復するかなということがあったんですが、特にこの8月の中旬ですね、お盆過ぎ、お盆になってもこの非常に低温の状態が続いてしまって、気象庁に非常に苦情が来たと、今年の夏はどうなってるんだというふうな苦情が来たというのはこの辺の期間であります。これいくつかですね、こう山にこうなっているというのがこう特徴的であります。で、それで、この世界的にじゃあこの2003年の夏見てみましょうということです。2004年は全世界的に真っ赤っけで非常に全異常高温が続いてたんですが、2003年はどうかというと、日本付近だけがこれ低温なんですね、夏ですが、ヨーロッパはご存知の非常にこう暑かったんです。ここら辺はもともとクーラーとかそういうエアコンディションがありませんから、
非常にこう高温になって、非常にお年寄りの方が亡くなったというようなニュースがありますが、そういう、非常に暑いヨーロッパであります。それから同じようにこの東アメリカですね、この辺も非常に暑いというようなまあ、これは多分と言いますか、こう南北に流れが蛇行しているというのが特徴だと思うんですが、こういう要するに異常気象がプラスマイナスと言いますか、そういう感じで起こっているということで、かなり2004年の状態と違う、世界的にも状態になっているということです。で、その一つの2003年の冷夏の原因というのは、これは10年前、これも前にお話したと思うんですが、10年前の冷夏と非常によく似ている。で、これは1993年の、非常に典型的な温度が下がった時の、天気図であります。地上の天気図です。ね、7月21日の天気図ですが、ここに先ほど言いましたように高気圧がこう発達しております。で、普通日本付近夏をもたらす高気圧というのはこの太平洋、さっき言いました北太平洋のこの高気圧であります。で、ここに走っているのが今ちょうど雨を降らしていますあの梅雨前線ですね。それがこうずっと長引いているということです。で、7月ですから本来はもうちょっと高気圧がですね、7月下旬ですから、この高気圧が発達してずっとこう日本付近まで覆ってくるわけですね。で、そうしますとこの前線がそれに押されてどんどん北に行って、で、梅雨明けが日本付近起こるんですが、この場合ですね、北の高気圧が非常に強かったということです。で、これはですね、ブロッキング、オホーツク海にありますので、オホーツク海高気圧と呼ばれております。で、こういう高気圧が出ますと、風はですね、こういう時計回りにこう吹きますんで、北半球ですと。で、大体こう吹き出すように出てきますんで、ですから、この東日本では、北東気流というのが非常に卓越して吹くようになるということです。ということで、先ほどのような非常に冷たい、気温というのが出現したということで、ね、山巣と呼ばれるものです。で、ここにこうハッチがかかっているのは、これ、気温の低下率です。要するに風が吹くことによって、どこでどんだけ気温が低下しますかということが書いてありますが、この東日本で非常に気温が低下してきているということがお分かりになるんじゃないかと思います。で、要するにこの冷夏をもたらした原因というのは、時々ですね、7月、8月にかけてこのオホーツク海の高気圧が、断続的にといいますか、発達していたわけです。で、それでもうちょっと上空の状態を見てみますと、これがですね、2007年、これが冷夏だった年の上空の天気図であります。これは500ミリヘクトパスカルの高度場って書いてますから、ですね、ちょっと難しいかもしれませんが、大体これが高いところが高気圧、ね、それで、この値が小さいところが低気圧と思ってください。で、これはここに北極がありまして、ここに日本がありまして、ここにアメリカがありまして、ここにヨーロッパがあるということです。で、それを北極の上からこう見た時の天気図であると。地球一周、北半球全体が書かれております。で、ここに線が書いてあるのが、これが地上天気圧って、地上天気図で言います、等圧線であります。で、ですので、この値というのが、北極の上が低い、基本的に。で、太平洋のこの、赤道に行くに従って高くなるということです。これはですね、単純に考えますと、要するに北の方が寒くって空気が、こう収縮しているということですね。それから、南の方に行きますと、熱帯付近ですんで、空気が膨張してますから非常に空気が伸びているということで、これ500ヘクトパスカルというのは、大体その、こう気圧ですが、その高さが何メーターですかということを書いてあります。大体地上付近は1000ヘクトパスカルですから、500というと大体半分ぐらいです。ですから南では空気がずっと伸びてますから、ずっと空気高いところまであるということですね。ですから500ミリバールのヘクトパスカルの高度は非常に高くなっている。で、逆に北では非常に空気が冷やされてますんで、それが空気が縮んでるということで、比較的低いところに500ヘクトパスカルの高度面があるということであります。で、言い直しますとここは低気圧なんで、ここは高気圧なんでということです。ですから上から見ますと、低気圧ですから、こういう反時計回りの風が吹くということでありますね。低気圧、例えばここ低気圧がありますね。これは地上付近ですが、ここら辺ですとこう南西の風が吹きますね。こうやってきますとこう北東の風が吹いて、
で、こっちこう風なんで、要するにこういう反時計回りの風が低気圧。で、高気圧っていうのはこう時計回りにこう風が、ね、こうなってます。これと同じ要領で風が吹きます。で、上空に行っても、要するにここが低気圧で、ここが高気圧ですから、で、高気圧はずっと取り巻いてるわけですね。で、この、この気圧の等圧線みたいなのですね、それを混んだところっていうのは風が強いわけです。で、いわゆるこれが、こんなところ、要するにこういうふうに風が地球をぐるぐる回っていると。これはジェット気流ですね。偏西風と呼ばれるんです。ですから、例えば日本からアメリカに行くときは、こういうジェット気流、西風に乗っていきますから、比較的、飛行機が10時間、9時間ぐらいで着くけど、帰りはですね、西風に逆らってこう帰ってきますから、11時間とかかかるというので、だいたい風速がですね、5、60メーターに達する。夏でも5、60メーターに達する場合があります。で、まあそういうことで、こういう西風がこう吹いてるんですが、普通はですね、普段はこう西風が吹いてて、その上をこう波しておりますが、こういうものが乗ってですね、要するに高気圧、低気圧、ここ、要するにこういうふうに見ますと、ここがちょっと気圧が高いですね、周りに比べて。で、こっちの、北極から低気圧がこう張り出してますと、ここは気圧が低い。で、また高い低いとこういう波状になってます。こういうものが地上の高気圧低気圧と対応しているわけですが、これ風が西風がこう吹いてますと、こういうものが普通はですね、普通はといいますか、順調にこう西から東にこうやってくるわけです。で、そうしますとそれに対応して地上付近で低気圧高気圧が出てきますので、それで天気が良くなったり悪くなったりというのがこう周期的に繰り返されると。ところがですね、先ほどオホーツク海高気圧ができたというふうに言いましたが、その上空ですね、ここはちょっと見にくいですが、ここ日本付近があって、ここにオホーツク海がありますが、この上に非常に強い高気圧ができております。これは大気の500ミリバールですか、だいたい高さですね、5000メーターぐらいです。のところに非常に強い高気圧ができている。まあ、ここにもありますが、これ実はヨーロッパに高温をもたらしているんですね。で、これは非常に強い高気圧が上層にできております。で、これできますと、動かなくなるんですね。要するにこれこういうのはブロッキング高気圧と申しますが、要するに普通は西にからこう高気圧低気圧がやってきて、こういう天気が順調に変わるんだけど、ここに高気圧がドーンと居座ってしまいますと、こう流れがこう南北にこうなりますね。ここでしたらこういうふうに風が吹きますんで、ここには全然高気圧低気圧やってこない。で、要するに非常に高気圧がこう居座ってしまうということになります。で、上空に高気圧できますと、それに伴ってですね、下層でも、次第に高気圧性循環が強まってくるということで、先ほどの、こういう下に高気圧ができてくるという、こういうメカニズムが一つ提案されております。要するに上空で非常に循環が維持されている高気圧性のそのブロッキングと呼ばれるものが維持されていて、その原因についてはまたいろいろ難しいんですが、後でちょっとお話ししますが、とりあえずそういう上空で高気圧ができますと、下層でも同じように高気圧ができると。で、高気圧できますと、それに伴って北東気流がこう来まして、その南辺で非常に気温が下がっているということです。で、実は高気圧の中心というのはこれ高気圧ですから、実は気温が高いんですね。不思議なこと言い過ぎていますが、なんか奇妙ですが、こう赤に書いてありますが、ここは気圧が高度が高いということは、大気中層、大気の5000メーターぐらいでは非常に高温になっている。要するに気中が伸びているわけですから、気温が高い。同じようにここのヨーロッパでも高気圧がありますので、非常にこれ気温が上がっているわけです。じゃあなんでここではオホーツク海高気圧みたいなヨーロッパは冷たくならなかったんだって言ったら、これはですね、下が陸地だからですね。これはこっちが海だから、海なんです。海ですから高気圧が下にできますから、そういう風が吹きますと非常に冷たい海の上を通ってきますので、空気が冷やされる。こっちは天気が非常に良くなりますから、気温の陸の温度が上がってですね、非常に暑くなるということで、陸面、下にどういう海があるか陸があるかによって、同じように上の方には高気圧があるんだけども、気温の偏差はですね、全然違ってくるということであります。で、それが、これ見たわけ、これはですね、こっちは、海面気圧ですか、地上付近の気圧分布であります。さっき言いましたように、上空に高気圧がありますと、やっぱりここら辺にオホーツク海高気圧が見えていると。で、同じように、ここら辺にヨーロッパに上空に高気圧がありますと、ここら辺にやっぱり高気圧がある。これもどっちも居座っております。で、実はですね、よくよく調べてみますと、
ここの高気圧というのは実はこっちからエネルギーがやってきているということは分かっております。ですからここにオホーツク海高気圧にオホーツク海にですねこういう強い高気圧を作るという原因は実はヨーロッパにある。ヨーロッパにこういう高気圧ができたことでこういう波のエネルギーと呼ぶんですが、それがですね下流にこう伝わってきます。それでここで、溜まってエネルギーが溜まって増幅することによってブロッキング高気圧というものができている。じゃあなんでここに高気圧ができたのかというのはまた難しいんですが、どうも大西洋の海の状況がこの年非常に得意だったんじゃないかというふうに言われておりますが、この辺ちょっと よく分かりません。因果関係がここら辺まで行くんですね。このオホーツク海高気圧の原因はここまでこれであるというのは分かるんですが、これはどこで生じかったかというのが、すなわちですね、言い換えますとヨーロッパの高温、非常に暑かった夏というのがどうして生じたかというのが非常に難しい問題でちょっと分からない状態が続いているということであります。ということですね。それで、そういうことで、こういう最近の状況であるということです。で、要するに何かですね、感じとしては年々の変動がどうも大きくなっているように思えるということです。で、実際そういうことをですねモデルあるいはシミュレーションの予測によって再現されているのかどうかということをちょっと見てみたいと思います。で、これちょっとまた申し訳ないんですが、ちっちゃくて申し訳ないんですが、これ先ほどお見せしましたこれがですね、がそういうこれいわゆる IPCC と呼ばれます、インターガバメンタルパネルオンクライメートチェンジ、気候変動に関する政府間パネルいうよく新聞を賑わしていると思うんですが、要するに気候変動にはどういうことが起こっているかということを政府の間でこう話し合っている、非常に今後のですね世界の経済政策なんかに左右するようなそういうのに与える科学的な知見を与えているそういう、研究者のグループがあるわけです。だからここでオーソライズされた結果というのは、本当に確かであろうというふうに言われています。で、そこでそこ のウェブサイトからですねホームページからちょっと確かと思われている内容をちょっとご紹介しようということです。で、これは、その人間活動が大気にどのように影響を与えているかという指標を書いているということです。これは工業化した後ですね、どういう、変化を与えているかということです。で、こっちちょっと見にくいんですが、こっちは1000年です。で、こっちは2000年年数が変わります。で、これはまず左上がですねカーボンダイオキサイドコンセントレーションと書いてある CO2 です。炭酸ガスの濃度が、どう変わっていくかということです。で、これは最近ですね氷床例えばグリーンランドとか南極なんかにこう氷がいっぱい溜まっておりますが、そこの中の空気を調べることによってですね、昔の大気はどれくらい CO2 を持ってたかということが詳しく分かるようになってきました。そういうことで、この過去ですね1000年前にどのくらいの濃度であるかということがこれ分かってるんですね。それをこうグラフにプロットしたらこういう線であります。で、大体産業革命、大体1700年、1800年以前は、大体 280ppm という量ですね、パーツパーミリオンですから、大体100万分の1、100万分の体積比100万分の1という単位ですが、だからごく少量です。の炭酸が 280ppm と言われるんですね。そういう量が続いてたんですが、こう工業産業革命が起こったと同時にですね、そう化石燃料ですね燃焼させるために非常にこう指数関数的にギューッとこう上がっていると。で、現在360を超えて370に達しようかという勢いであるということです。で、同じようにですね、こうメタンですね、メタン、これも非常に強い温暖化、これ温室効果ガスと呼ばれるものです。これ全部書いてあるのは要するにこういうものが排出されてこう温暖化が起こっているというふうに考えられておりますが、これもですね産業革命以降、非常に勢いがついてですねバーッと増えていると。それからこれはナイトラスオキサイドと書いてありますから、これは亜酸化窒素というのがあるんですね、一酸化窒素が、これも非常にこう増えているということであります。ですからこういう急激にですね炭酸ガスとかこういうメタンが要するに人間活動によって放出されているというのが非常に最近の気候に影響を与えているというこういう証拠になっているということです。で、実際その気温がですねどういうふうに変動しているかということもこれも、いろんなデータを合わせることによって最近かなり詳しく分かってきているということです。
で、これ上下2つの図がありますが、これ下がですね、過去1000年の北半球の平均気温が書かれております。同じここが1000年です。西暦1000年。それからここが西暦2000年、現在であります。で、いろいろ線がありますが、まずですね、この赤い線がちょっと見にくいですが、ここら辺100年程度書いてあります。これはダイレクトテンプレチャー、なんですね、呼吸はありませんが、直接温度計で測ったレコード、記録であります。で、この青の線、ここから昔はそんな温度計ありませんから、世界的に温度計ありませんから、これはどうやって書いてるのかというとですね、例えば花粉のデータとかあります。どういう花、あるいは木がそこの地方に植わっていたか、そういうものを調べることによってですね、過去の気温をこう再現することが可能になってきているわけです。だからいろんな植物、植生だとか、そういうものを、例えば海の中でしたら、サンゴ の微生物ですね、そういうものの分布とか、そういうものをいろいろ組み合わせることによって、全世界、北半球ですが、それの平均気温というものが、かなりうまくですね、再現できるようになっているということです。で、この辺の、この中、青いシャドウでこう書いてありますが、これが誤差です。だから昔に行くほど誤差は分からなく、誤差大きいですよ。いうことです。で、平均取るとこんなもんだ。で、ちょっとなだらかにするとこういう紫の線になっているということです。で、なんかこれは1000年間の平均がここですね。で、どんだけ変動しているかというと、昔がマイナス 0.2 ぐらいだったのが、4と上がって今 0.8 とか9ですから、ここからパサートと大体1度ぐらいですね、ここから上がってきていると。だから産業革命以降ですね、全世界の平均気温が大体北半球で見ますと、1度ぐらい。それも最近の100年間で1度上がってきているということです。これは非常に早い温度上昇であります。で、それをもうちょっと拡大したのがこれです。これが1880年。だから、今から100年ちょっと前ですね。で、ここは2000年の、全世界的に平均した時の、これはもう温度計がありますから、その時の毎年の平均気温、平年、全世界の平均した温度が。棒グラフで書いてあって、それがこういうふうに変わってきているということです。で、こうやって引き伸ばすとなんかなだらかに見えますが、こういう1000年間で見ますと、非常にキュッとこう上がっていると。これはホッケーのですね、スティック、両方こうやりますので、そこの先っぽがこうピョッと曲がっているというのに似ているというので、これホッケースティックダイアグラムというふうに呼ばれております。要するに、非常にこう作った人がそういう名前をつけて、非常に近年、急激な温暖化が起こってますよというご証拠で見せているわけです。で、そこのここだけ拡大したらこうなっているということですね。これ見ても大体ここでマイナス4で4ですから100年ぐらいで1度ぐらいというこういう上昇カーブを描きつつあるというのがこの全体の平均した気温であります。で、じゃあこれをですね将来予測じゃあこのままどうなるのかということで、ちょっとその将来予測の結果をお見せしたいと思うんですが、それに用いられるのが、こういう数値モデルと呼ばれるものです。要するに、これはですね、日々気象庁が発表しております天気予報ですね、の元となっている、そういうシミュレーションモデルであります。で、単なるシミュレーションモデルって言って、なんかゲームの、なんかプレイステーションに載ってるようなゲームのように思われますが、ちゃんとしたモデルであります。ちゃんとしたというのはどういうことかというと、こういうですね、物理法則にのっとってるわけですね。例えば、これは流速の風速が、どういうふうに東西方向の風速が変わりますかという、いわゆるこれ、ニュートン、運動方程式です。に、のっとった形で、現在の風速を、と気圧分布を与えると、次に風はどう変わるかというのを、その物理法則に従って、時間変化を追っていくというような式ですね。それから、これは質量保存則と呼ばれるもので、こう流体というのは、質量を、流体なくなったりしませんから、こういう流れに沿って流体の質量を保存しているとかですね、あるいは、この静水圧の平衡の、気圧の分布がどうなってますか、あるいはこれは熱力学の式ですね、気温が、例えば空気が膨張したら温度が下がるとかですね、あるいは水蒸気が増えたり減ったりすると、あるいは気体の、これ理想気体の方程式ですね、こういう実際の、大気に即したようなこういう物理を表すような方程式。に基づいて将来を予測してみましょうということです。で、ただしですね、いくつか表現できない部分があるというのがちょっと問題といいますか、このシミュレーションでのいつも問題になっているところであります。例えばですね、この水蒸気ですね、これ非常に難しいですね。雲ができるという、例えばこう空気が水蒸気が凝結して雲ができて雨が降るというそういうプロセスがありますが、
それをですね、計算機で表現するという非常にこれ細かい過程ですから、要するにこれは非常に粗いですね。こことここ の, 非常に粗くとっても割と表現しやすいんですが、雨が降るというのは非常に細かいスケールで起こります。空間スケールも時間スケールも非常に細かいというのを、こういう全球的な地球全体としたスケールの中に組み込むというのは非常にこれ難しい問題になっています。ですからモデルによってこういう雨の降り方どうやって降らすか、あるいは、ここですね、加熱ですね。例えば、火山が噴火した時に、灰がこう、火山灰が地球、空気上、は広がりますが、例えば、核の冬とか呼ばれてますね、エアロゾルがこう、広がりますと、太陽光線を反射して、それで気温が下がると。1、2年下がってしまうというようなことですね。例えば、恐竜が、絶滅した時に大きい隕石が落ちてですね、それで地球上にこう灰が撒き散らされて、それで気温が急激に低下したから恐竜が絶滅したんだというふうに言われておりますが、そういう例えば塵がですね、空気中を舞っている時にどういう温度の、影響を与えるかなんてことは非常にこれ難しいプロセスであります。こういう単なる運動方程式では表現できないということで、こういうモデルによってこういうところが微妙にこの考え方がですね違うわけです。ということで、この各モデルによってその計算結果が変わってくるというのは、こういう水の部分であったり、この放射の温度の部分であったり、あるいはここに摩擦の部分がありますが、どういうふうなそういうモデルで表現できない部分を書いているかというところが問題になっているということです。それで、こういうモデルが非常に計算するのがややこしい。ということで、2002年ぐらいですっけ、こういう日本がですね、起こります、こう地球シミュレーターというのを作ってですね、温暖化予測に役立てましょうということであります。で、これは書いてありますが、こう模型なんですが、だいたい大きさがですね、体育館ぐらい、小学校の体育館ぐらいだと思っていただきたいと思います。で、ここになんかちょっと見にくいんですが、この一個一個がいわゆるスーパーコンピューターであります。で、それをこういうふうに、並べているわけですね。この数がですね、640個スーパーコンピューターが並んでいます。で、それを全部こう配線でこうつなげているわけですね。で、いうことで、この並列処理することによって、ここの計算機ではもうスピード上がっておりませんから、こういう物量作戦といいますか、全部でですね、5000個ぐらいのスーパーコンピューターをこの組み合わせることによって、非常に高速に処理していこうということです。で、その速度がですね、だいたい40テラフロップスというふうに言われております。これ理論値ですが、だいたいですね、今パソコンでペンティアム4ですか、あれに言われておりますのが、だいたい理論最高値で1ギガフロップスぐらいです。テラというのはギガの1000倍ですから、1000倍の40倍ですから4万倍速い。だから皆さんのお宅にあるパソコンの4倍ぐらい速い計算がここできるということです。で、ただしですね、これ非常に発熱が強い。要するにパソコンでも今発熱が問題になってますが、これ非常に発熱が強い、大きいので、非常に冷却ですね、エアコンで非常に冷却しているということで、非常な電気代を食うているということが問題になっているということです。まあ、作ったものの、走らすときの費用ですね、それが非常に問題になっているということです。まあ、とにかくですね、そういう非常にスーパーコンピューターを用いることで、将来を予測してみましょうということです。で、まずですね、将来予測する前に、じゃあ今あるモデルはどれぐらい正確に過去の気温変動を表現できているのかということをまず試してみなきゃいけないということです。いい加減なモデル作って、それで将来予測しても全然意味がありませんので、どれぐらい合ってますかということを調べてみようということが、その結果が得られております。で、これはですね、この赤の線が先ほどお見せした過去100年ぐらいの、全球平均した時の気温の変化であります。この赤が。だいたい100年間で1度ぐらい上がってきているというわけです。で、ここの黒い線、これがですね、先ほどの地球シミュレーターですね。それを用いて、こう書いてあります。自然起源。要するに何かというと、例えば太陽の光がですね、若干でありますが、こう変わってきております。例えば黒点数というのがありますね。黒点数はだいたい11年周期ぐらいで多くなったり少なくなったりします。で、黒点が多くなりますと、それは太陽活動が盛んになっているんですね。で、そうしますと、普通よりも多くの太陽は光を出すわけです。多くといっても 0.01% ぐらいですが、可視光と人間の目で見ると非常にわずかです。
ところがですね、それそういうわずかに光が変わることによって地球の気候がわずか変わってくるわけですね。いう影響を例えば入れてみましょう。それから、例えば火山、先ほど言いました火山噴火があります。でそうしますと塵がこう地球上にこうバーッと分かれます。でそうしますとさっき言いましたように太陽光を反射しますので気温が低下していくというようなことが考えられます。そういうものを入れていきましょう。それから人気炎の強制と書いてありますが、これは要するに炭酸ガスですね。炭酸ガスがメタンがこう増えてきているというのをモデルに全部入れてしまいましょう。したときにどれぐらいその再現されてますかということです。で一例計算したではいけないので何例か計算、2、3例計算してます。でそれを全部この1880年から用意どんで初めてですね、ほっといて何も調整せずにですねやってみますと、非常によくですねこの赤の線と青その黒の線、まあ、だ変動はあります。だけど大体その傾向というのは非常によく捉えられているということで、先ほどのシミュレーションモデルというのはこの20世紀の気候の変動というのはですね過去100年くらい非常によく再現できているということをもって将来を予測できるんじゃないかというふうにみんな自信を持って言っているということであります。で、コンピューターモデルのシミュレーションモデルのいいところはですね、じゃあ過去温暖化の影響があるかないかということをこの原因を分離することによって、じゃあ自然起源によって温暖化が起こっているのか、あるいは本当に人間の排出した CO2 によって、温暖化が起こっているのか、その原因をですね分離することができるということは非常に面白い研究であります。でまずですね強制なしという実験をしてみよう。これはですね人為起源、要するに CO2 も増えない、あるいは太陽の光も変わらない、火山も噴火しないということで計算してみますと、何もこうですね、黒、これ赤は実は観測ですが変動はありますが平均してみるとほとんど、気温の変化はないということで、確かに強制がないとほとんど地球の気候というのは安定してますねということが分かります。でじゃあ自然強制のみですから太陽の光が強くなったり弱くなったり、あるいは火山噴火があったりなかったりというのでここら辺に非常に強い火山が噴火がありました。でこの辺もありましたが、そういうものも入れていますと、ですね、大体1950年ぐらいまではうまく追随できるんですね。ここ戦後非常にこれ全世界的に暖かくなった期間が一時期あります。でそれから1960年ぐらいに全世界的に寒くなった時期があります。でこの頃ですね氷河期がやってくると、私生まれた頃なんですが1970年代までは温暖化なんて誰も言ってません。氷河期がやってくるというようなことを言ってました。で、確かにそこで一時期温度が下がっているわけですが、自然強制のみ入れてみますと確かにこういう戦後ですね、戦後終わって非常に温度が高く、台風がたくさん来てます日本。それから、しばらくするとそれが寒冷化に向かっているというこういうシグナルをですね非常にうまく再現しているということであります。で、気がつくのは2980年以降ですね、こっちの自然強制のみではどん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 気温が下がっていくはずなのに、確かにここまで行きますと氷河期がやってきてもおかしくないようなそういうトレンドがありますが、ここから行きますと急激にここから上がっているというのが実際の観測であります。で、こっちがですね、じゃあ自然起源はやめといて人為起源、要するに CO2 だけ入れた時にモデルを発射するとどうなるかというのがこの、黒の線でありますが、確かにやっぱり1970年ぐらいまではほとんど、平年変わりません。ということは、炭酸ガスが増えてもですね、あまり増え方が少ないので全球の世界的な気温の上昇には結びついていない。ところが1980年以降それが急激に全球の温度の上昇に関わっているということで、最近のここ20年ぐらいのですね気温の上昇というのはまさに自然共生では表現できない人為の要するに CO2 が増えているということがまさに原因であるということが、こういう実験をすることによって明らかになっているということであります。2000年ぐらいまではですね、まだアメリカのところ、アメリカではですね、CO2 が増えていることが、温暖化の原因であるということをですね、政府は認めておりませんでした。今もその、温暖化の防止条約ですね、京都議定書には、アメリカは、サインをしておりませんが、認めておりませんが、そういうのは、やっぱり自国のですね、経済発展をこう妨げますよね。CO2 出さないとか言いますと。ですからいろんなこういうイチャホンといいますかつけてやってるんですが、こういう結果を見るとですね、もう誰も文句を言えなくですね、
CO2 というのが現在の温暖化に結びついているということが明らかになってきたということです。で、あ、間違ったかっていう、またすいません。で、じゃあそういう非常にうまくモデルが再現できるようになってきたということで、将来予測してみましょうということです。それで、将来どうなるかというのは非常に難しい問題ですね。それはどういうことかといいますと、経済がどういうふうに変わっていくかという、これは分かりません。経済予測ができません。それからあるいは世界的にですね、例えば今中国が非常に産業が活発になってきています。あるいはインドがこれから伸びようとしていますが、そういう時にですね、国際協調主義でいくのか、すなわちそういう中国とかインドが非常に要するに経済発展する時に炭酸ガス出しますが、ちょっとそれは抑えてくれというふうに世界的に協調のムードが漂ってくるのか、あるいはそんなことを構いなしにですね、中国は中国、インドはインドで、私のところの国は今まで先進国が勝手に発達してきたんだから、ちょっと遅れてる中国はインドをね、いっぱい CO2 出してもいいんじゃないかというふうな、そういうどういう主義でいきますかという、そういうので全然 CO2 の排出量が変わってくるということです。それで、いくつかだからモデルを将来予測するときにいくつかのケースを考えてやってみましょうということが行われております。それでですね、全部見せるとあれなんですが、で、これがその排出シナリオと呼ばれるものです。シナリオです。要するに、演劇のどういう台本になって、脚本になってますかということですね。それで、2000年この辺ですが、将来100年間でどういう CO2 が、毎年排出されるかということを、いろいろこういうシナリオを作って、それに基づいて、モデルを走らせてみようということが考えられております。で、今頃お見せするのは A2、あるいは A1B と呼ばれるものですね。A1B というのは、ただ A1 というのは、全世界的に高度成長を目指すんだけども、若干国際化、要するに、今のインドとか中国も、ちょっと経済が発達してきたら CO2 を減らすような向きで、国際協調に向かっていくでしょうというようなストーリーであります。で、そうしますと、この A1B とかいうやつですね、これですが。この黄色の線ですが、現在から2040年くらいまでは増えますが、どんどん増えるんじゃなくて、ここで頭打ちになって抑えられていくと、ここまでは中国、インドがやっていますが、それもやがて抑えられていくんじゃないかというようなことであります。あるいは、逆のやつですね、 A2 とかになるものはもうずっとこう排出が増えていくと、こうなりますと非常に困ったものなんですが、こういう極端な例とかですね、多分こうなるんじゃないかというような例で走らせてみてどうなるかということを見てみましょうということであります。それで、同一シナリオ A2 って書いてあるね。これは、A2 というのはこれ一番ひどい例ですね。CO2 がどんどん増えてたと。どんどん排出量が増えてたという場合に、そのモデルで走らせてみたらどうなるかというと、こうなります。こっちが、1990年で2100年になります。100年後でありますが、で、ここいろいろ線が書いてあります。これは世界でそういう温暖化予測をやっている、機関ですね、研究機関の作っているモデルの名前が書いてあります。で、例えばハードレーセンター、これはイギリスです。紫はイギリスであります。あれ、日本はどれかというと、これ CCSR イギリスって書いてあります。これは東京大学にあります気候センターですね。あるいは国立環境研究所、これは共同してやってますのが、この緑の線で、これだけですね、ちょっと飛び抜けてるんですね。それから MRI というのは、これは気象庁にあります気象研究所、筑波にありますが、そこでやっぱり同じようにモデルを作ってまして、それが赤の線で書いてある。あるいは、GFDL、これはですね、アメリカとか、CSIRO というか、オーストラリアですね。それから EC ハンブルグというのは、これはヨーロッパです。ヨーロッパの、これも非常に優れたモデルですが、こういうものがいろいろある。で、ですね、これ見ますと、大体100年間で1度から最高5、6度ぐらいまで非常にこの範囲が大きいということがわかります。これでしたら、例えばこれ MRI ですか、これ日本の気象庁のやつですと、ほとんど、CO2 があれだけ増えてるのに1度ぐらいしか増えないということです。で、こういう気象庁、例えば、CCS、東大の気候センターとか行きますと、100年間でなんと5、6度上がってしまっていると。ですから、こういうのを見ますと、非常にこれ危険なので、平均気温で5、6度ですから、後で見せますが、局地的には、10度以上上がっていることになります。で、例えばこうなんですと、あまり温暖化の影響がないんじゃないかというふうに、こういう使うモデルによって、まだまだですね、この食い違いといいますか、大きいと
ということで、それは先ほど言いましたようにモデルで表現が難しい水、雲の部分とかですね、そういうエアロゾルとかそういう放射の反射するのはどういうものかというところが非常に分かりづらいので、そのモデルの表現によってこんだけ幅ができているということであります。それで、これ地域的にちょっと見てみようということですね。これは、年平均気温の、上昇、どんだけ上昇してますか。これは、どう比べるかというと、最後の30年、2071年から2100年の平均気温から、現在の平均気温ですね、を引いたもの。だからどこら辺で気温が上がりやすくなっているかということです。で、ここが10度ですから、現在の10度上がるということですね、年平均気温が。で、わかりますと、ここでどこで上がってますかと、北極が非常に上がってます。それから、この内陸、大陸の内陸部、あるいはヨーロッパのこの辺ですね。あるいはロシアのこの辺ですね。それからチベットのこの辺。それから、上がりにくいのは当然ながら海の上です。海というのは非常に熱容量が多い。空気に比べると大きいんで、あまり上がらない。その気温に換算しますと、あまり上がらないということです。で、非常に内陸で上がっていると。いうことが非常に懸念されるわけですね。この場所的な違いが10度以上上がってきていると。平均でいきますと2、3度っていうところでも10度以上上がってしまうということです。それで、今度は雨の降り方ですね。雨の降り方も見てみると非常に変わっていくということです。で、先ほど言いました現在の雨の降水量ですね。平均降水量に比べて何パーセント増えるか、あるいは何パーセント減るかというグラフが、書いてあります。これ2100年のちょっと終わり、2021世紀の終わりぐらいですが、これ気温が上がってますんで、北極は、そこで非常に雨が増えるということですね。気温が上がりますと、そこに含まれる水蒸気量が増えますんで、雨の降水量が増えるということです。それから、これ熱帯域ですね。先ほどの気温のグラフでいきますと、ほとんど気温は上がってませんが、非常に雨が増えております。これちょうどこれ赤道上空で非常にいつも雨が多いところなんですが、それがですね、非常に増えている。そういうのはですね、気温に直しますと、わずかに気温が上がっております。わずかに上がることによって、普通でもここら辺大体海面水温が高いんで、まあ、エルニーニョとかこの辺で起こりますが、そこら辺が高いんで、わずか上がることによって非常に降水量が増えてしまうと。要するに、感度がですね、全然違っているということです。で、ここで雨が降りますと、ここで非常に強い上昇流が起こります。で、そうしますと上昇した空気はどこかで下降しないといけないので、その北と南でですね、下降流が起こる。で、下降流は非常に強くなりますので、ここで下降流ということは雨が降りにくくなりますね。で、もともとこの亜熱帯地域というのは雨が降りにくいところです。要するになぜかというとここにサハラ砂漠があったり、ゴビ砂漠があったりですね、ここに砂漠がありますね。それからアメリカのここら辺もカリフォルニアでは雨が降りにくいところですが、それがさらにですね、現在の 100% ですから、もうほとんど雨降らなくなるということですね。現在位置としては 0.0 になってしまうということです。非常にここで渇水ですね。こうヨーロッパ行くの渇水というのが非常に懸念されると。あるいはこの逆に南半球のこの辺ですね、もう非常に渇水というのが懸念されると。ということで、日本付近はどうかというと、若干と増えていると。雨が増えやすい傾向にあるということが分かります。こういうふうに気温で見るとそんなに大したことないなと思っている地域でも雨の降り方を見ますと変わっている。で、日本付近を拡大してみます。これは夏の気温で、夏ですが、夏の日本付近のパターンの変化ですね。気圧パターンの変化が、一遍止めた方がいいんでしょうか。いいんですか。どうぞ。いいですか。で、やってみますと、こう変わります。これは何が書いてあるかというと、ここの気圧、このコンタ、当時線がコンタ、要するに、気圧がですね、現在に比べてどんだけ上がりますか、あるいは下がりますかという分布であります。で、これ見ますと、ここにですね、北の方で高気圧の勢力が強くなっている。これ夏ですよ。それから、日本付近で低気圧気味になっている。ね、それから、南の方で高気圧が強くなっている。これ言い直せばですね、6、7、8の夏の時に、太平洋高気圧もやっぱり強くなるということです。それから、冷夏の原因である、そのオホーツク海高気圧もこれ強くなる傾向になる。ということはですね、これ、梅雨前線というのは、この両者に挟まれますので、それが強化されるということを意図しております。意味しております。ですから、この降水量は、その挟まれる日本付近で増えてくる。ということでですね、予測される、こういう、
21世紀終わりぐらいの夏の日本付近の天候というのはもうすごい暮らしにくいというんですか、ジメジメした夏がずっと続くということになります。気温は高いわ、雨は降るわですね、非常にジメジメした嫌な、気温天候状態になるということはこう予測されてきているということであります。でもうちょっと細かく見るとですね、例えばこれは夏の、真夏日ですか、それの平均どういうふうに変動していくかということですね、それが計算されております。でこれは真夏日の日数と夏季平均気温の変化で書いてますね、これが平均気温です。これ日本付近の夏の平均気温ですね。これ現在この辺大体 22.5 度ぐらいですか、これモデルではこんなもんです。それが夏2100年になりますとなんと27度になっているということですね。大体5度ぐらい上がっている。まあ前も先に言いましたように東大気候センターのモデルっていうのはかなり敏感でですね、温暖化を非常に表現しやすいということもありますが、これ5度今から上がるということですね、かなり苦しくなりますね。京都だったらこれ35度が普通になるぐらいの温度になってしまうということが予測されているということです。それからこれは真夏日の日数でありますね、これは新聞に言い合わせてましたが、これ真夏東京で真夏日が100日になると言ってますよ。モデル上の話です。現在ですね、これ真夏日、これ大体モデル上では50日以下となってますが、京都で大体真夏日と言いますと、この頃、真夏日というのは30度気温が上がる時ですが、大体夏ですね、平均しても60から70日、去年なんか100日以上突破してますから、すでにこういうモデルで50で出てても、京都なんかは100日を突破してるわけです。ということはですね、これ倍になりますと、200日ということになりますね。これはどういうことかというと、もう5月、4月の終わりから5月、あるいは11月ぐらいまでですね、半年ぐらいずっと真夏日が続いてしまうということになります。ですから、ほとんどですね、もう冬がなくなってきて、非常に夏の期間が長くなるということが予測されているということです。これはですね、どうも私もおかしいなと最近、そのこと言ったら扇動するようであれですが、例えばですね、今年の春から夏になるなり方というのが、かなり急激なように思いました。要するに冬がありましたが、普通ですね、私の小さい頃は春というのがあって、暖かくなったり寒くなったりなんかしながら夏になっていくように気温が思ったんですが、なぜかですね、急に3月の終わりぐらいまではなんか実は寒いなと思ってたら、急に暑くなって夏になってしまうという、そういうジャンプといいますか、そういうものが起こってるんじゃないかと。あるいは秋のなり方も、去年12月ぐらいまではなんか暑いなと思って、で1月になったら急に寒くなってですね、そういうなだらかにこう落ちていくんじゃなくて、こう夏と冬という、こう状態2つにジャンプするような、そういう激しい気温の季節変化になってくるような、そういう思いがあります。簡単に思ってるだけで、それちゃんと調べてみないといけないんですが、それからもう一個気になるのは豪雨日数ですね、雨の日数どう変わるのかということです。で、そうその変動幅どうかということですね、ちょっと見てみましょう。今回になりますのは、気温の変動幅に関してはですね、大体このぐらいで、モデル上では、現在大体 1、2度の範囲内で毎年毎年変動している。で、気温はだんだん高くなるんですが、やっぱり変動幅は大きいように見ますが、大体そんな1度2度で変動してますんで、その年々暑くなったり寒くなったりという変動は小さくなった、そういうことはないんだけども、平均的に暑くなっているとなるだろうというふうに予測されているということです。それで、じゃあ雨はどうかと言いますと、雨はですね、実は変動幅が大きくなるというふうに予測されているということです。これもちょっと図的には見にくいかもしれません。現在、これは夏の、降水量ですね。これ上が降水量です。大体1日あたり7ミリぐらい降ると、まあ、平均1日あたり直してるわけですが、大体これぐらい毎年毎年こう、まあ、多い時少ない時で大体2ミリから、ね、ぐらいで変動していると。ところが、気温が上昇してきますと、要するに降るときは降る、降らないときは降らないという変動幅が非常に大きくなるということが予測されていると。そういうことは豪雨がですね、増えるということですね。降るときは降る、降らないときは降らない。ですから、こっちがですね、豪雨日数ですね。これ何ミリ以上降るという、例えば日数をこの年で数えてみたら、現在はそんなに1、まあ、年に1回2回やるような豪雨がですね、ここら辺に行きますと、5、6回が5倍ぐらい増えてくる可能性があると
ということです。だから雨が集中的に降る、ですから降らないときは降らないという、そういう豪雨の可能性というのが、危険性というのが非常に増えてくるんじゃないかということです。で、まあ、これちょっと細かい図で変動幅が書いてあるんで、ちょっとこれ見てみますと、まあ、世界的にもですね、気温のこれ変動幅が何倍になるかということが書いてありますが、気温で見ますと青いところは変動幅が減ると、で赤いところが増えるということで、まあ、増えるとこもあるし減るとこもある、まあ、なんかよくわからないなという図ですが、降水量、雨の方を見ますと、もうこの中緯度から高緯度にかけて真っ赤になってきますね。これはどういうことかというと、変動幅が中緯度から高緯度にかけて非常に大きくなってくるということを意味しております。ですから全世界的にこの豪雨の可能性が増えてきてるんじゃないかということです。で、それは一つどういうことかというと、この夏ですと台風であります。で、これもですね、ちょっと図にはあまり説明がないんですが、現在の気候でモデルの中で出現した台風、自動的にこう台風ができると。で、30年ぐらいですね、多分そのどういうふうな経路で日本に台風が出現しているかというのを書いたのが、これ現在の気候で計算した時の例です。で、これが2倍、要するに炭酸ガスが2倍ですから、あと5、60年たった 100年未満ですね、100年、2021世紀の終わりぐらいの状況であります。その時の台風がどういうふうに通過していくかということです。それから、ここの色が書いてありますのは、台風によって雨が降りますが、その時の降水量はどんなものですかというのが書いてあります。で、こっちの水色になるほど降水量が多いと。要するに台風によって雨がもたらされる、降水量が増えているということです。で、これまず見てわかるのはですね、台風のなんかこの一個一個の経路がこう書いてありますが、こっちが非常によく混んでますね。に対してこれはなんかまばらになってます。ということはこれ台風の数が減ってるということが予測されています。これ温暖化しますと、大気の上層がかなり暖かくなりますので、大気のいわゆる安定度と呼ばれますが、要するに対流が立ちにくくなっている状態になるわけですね。ですから平均的に言いますと台風の数っていうのは減る傾向にあります。ところがですね、よく見ていただきますと、この緑の領域っていうのが日本付近にまで広がっております。非常に雨が多いということです。言い直せばですね、これ強い台風が日本にやってきているということを示唆しております。で、いうことはどういうことかというと、要するに海面水温も上がっておりますので、台風というのは海面水温の強いところ、高いところが好きなんで、そういうところで非常に発達しますので、ですから数は減るんだけども、こういうよく新聞にも書いてありますが、数は減るんだけども、その勢力が強い、あるいは衰えずに日本付近に出してくる可能性が非常に強いということです。ですから、台風が到達したときに降る雨の量というのが日本付近で増えていると。ここら辺でも増えているんですね。また若干増えているというのは、そういう先ほど豪雨の可能性というのは、この台風の勢力が強いまま日本にやってくる傾向にあるんじゃないかということであります。で、ちょっと時間が経ってしまいましたので、もういい加減やりますが、もう一つですね、実は懸念しておくべきことがあります。それは気温も上昇してその雨が降るということもあれなんですが、もう一つはですね、海面の上昇というのは非常に恐ろしいんですね。これは、まあ、日本で住んでますとそんなには皆さん京都ですと特に内陸ですから、海が海水面が上がってきてもあんまり関係ないんじゃないかというふうに思われますが、実はですね、これは非常に長く続く現象と考えられております。で、それはどういうことかと言いますと、なんで海水面が上がってくるかと言いますと、一つはこう気温が上がります。そうすると水の中の気温も上がり、温度も上がりますので、要するに温度がありますと液体ですが膨張するということですね。ということで、その温度が上がることをその膨張によって全体の水かさが増えてくるというのがまず一つであります。それからもう一つはですね、陸上には例えば 南極ですね、氷がありますが、そういうものが溶け出すということです。で、これはかなり量を溶けるんじゃないかと言われて、南極の棚氷が壊れ、なんか不安定になっているという話がありますが、あるいは山のですね、こう氷河が溶けて海に流れ出してしまうという、まあ、これは大したことないんですが、特にこの南極の陸の上にある氷床ですね、それが溶けて海に流れ込んで、それっていうのが非常に影響が心配になってきております、実際。で、実際それを予測してみるとどういう状況になっているかということです。で、これはですね、先ほど100年ぐらいの予測が気温が上がっているということを言いましたが、これはもっともっと先まで書いてあります。これは100年じゃなくて1000年まで書いてあります。で、この茶色の線というのはこれ炭酸ガスの放出量です。
要するに炭酸ガスというのはここ100年ぐらいがピークなんですね。なぜかというと、もうあの石油がなくなってきております。あと5、60年で石油がなくなるという、あのこれもあのアメリカのですね、あの石油探査会社の陰謀で石油原油の値段を釣り上げているということも考えられるんですが、まあよく調べてみるとですね、あと原油、石油が取れる場所にある原油の埋蔵量が現在の消費が続くと、あと何年持つかというと大体5、60年という試算がされております。ですからそれ以降はですね、急速に化石燃料による CO2 の放出が減っていくだろうというふうに考えられます。ですから大体100年経つと、多かれ少なかれどんなに中央が頑張ってもですね、原油がなくなってきますので、そんな未来永劫ですね、CO2 が増えるということは考えられないだろうということで、まあ、たかたか100年くらいでピークを達して、あとは減っていくということですね。これが、最もらしいその CO2 の放出シナリオであります。もっと1000年とかに伸ばします。で、その時の気温ですね、さっき言いましたが、バーッと上がります、仕事が上がりますと言いましたが、それがたかたかこの100年で起こります。それでずっとあとは安定するわけですね。要するに CO2 が増えませんから、気温が安定して高い状態が続くということで、仕事を我慢できれば、まあまあ、人間も、まあ、暑いなという、そうはいきませんが、暮らしていけるということです。ところがですね、これです。これ、シーレベルライズって書いてありますが、要するに海水面の上昇、これは、due to サーマルエクスパンションって書いてある、熱的な膨張による海面水温の上昇というのは、ずーっとこう続くわけです、ずーっと。これ、だいたい1000年経っても続きます。それからもう一個すごいのは、このアイスメルティングって書いてありますが、氷床が溶けるわけですね。それというのは、もっとゆっくり起こる現象なんですね。そうしますと、1000年、つまり氷河期が来てっていうのは1万年ぐらいのサイクルで起こってますから、氷床のタイムスケールというのは非常にゆっくり流れていきますから、1000年経っても全部溶けることはない。ということで、ずっともうスケールアウトしていますが、要するに1000年経っても現在の CO2 の温暖化の影響というのは、10世紀先、あるいは15世紀先まで影響が与えてしまう。ということで、これ海面水温の上昇というのが、非常に将来の人類の生活にとって、非常に悪影響を及ぼす可能性が高い。じゃあ実際ですね、現在水面を上がってるんですかっていうことですが、実際上がってるんですね、これ見ますと。これですね、1970年から2000年ぐらい、最近の海面、日本付近ですが、海面の水位がどれぐらい変化してるかというグラフが持ってきました。で、これ各地点の那覇とか父島とか油津とか長崎とかいろいろ書いてあるんですが、全部ですね、右肩になってます。これ大体どのぐらい上がってるかというと10センチぐらいですね。10センチ、これ富山なんか20センチぐらい上がってますが、これ全国的にこの海面水温が上昇しているというのが、はっきりここ最近見えてきております。で、時々新聞なんか注目してもらいますと、瀬戸内海で異常潮位が観測されてますということが、新聞なんか載ってますが、ほとんどですね、多分影響はこの温暖化の影響というのが、その熱的な影響ですね、すでに日本付近でも見えてるんじゃないかということです。で、20、30センチだったらどうもないんじゃないかと思われますが、よく言われているようにですね、東京なんかですと海面以下の、なってるんですね、土地の高さが。で、そこをわざわざ堤防でその、波が入ってこなくしてるんですが、そこは20、30センチ海面が上がりますと、もう危険水位といいますか、ちょっと台風が来たり、ちょっと弱い地震で津波が来たりしますと、全部その堤防を乗り越えて中に入ってくる可能性というのが非常に高くなっているということでですね、海岸付近の防災といいますか、そういうのにかなり危険な状態に、その21世紀特に後半になってきますと出てくるんじゃないかということは、この海面水温というのを一つ見ても、これはかなり長く続く現象ですね。その非常に危ないですね。気温はそんなに危ないというほど危なくもないかもしれませんが、まあ、一つは亜熱帯のですね、マラリアとかそういう蚊のが日本に入ってきている、そういう健康的なそういう懸念はありますが、これ防災的にはこの海面の上昇というのが非常に21世紀これから重要になってくるというふうに考えられているということであります。ということで、ちょっとまたここに来るお時間なくなってしまいますが、要するにですね、考えられているその気温の上昇というのが局地的では非常に大きくなっていると。それから最初はちょっと図で見ますように、オホーツク海高気圧と太平洋高気圧がどっちも強まる傾向になってあるということですね。ですからその場所がちょっとだけ変わりますと、今年去年のように
非常に暑くなったりですね、また一昨年のようにオホーツク海高気圧がちょっと先に強くなってしまいますと非常に冷夏になったりというような、そういう変動の幅というのはやっぱり大きくなる可能性というのが考えられるということです。で、全体的に見ると夏これからですね、非常にジメジメした夏、非常に暑い、それで集中豪雨の可能性が高くなるという懸念がますます高まっているということで、その変動ですか、これから注意して見ていかないといけないし、その変動というのをより理解していかないといけないというふうに考えているということで、またこの時間については、またその、ちょっと前半が長すぎましたが、また機会があればですね、その辺にどういうふうに考えているのかということ、ちょっと難しいかもしれませんが、もうちょっとまた簡単にしてお話ししたいと思いますので、今日はこれぐらいにいたしたいと思います。